こんばんは、ゆずきチャンネルへようこそ。ということで、見ての通り、配信ライブの後、動画を撮ってます。今日の配信ライブはどうでしたでしょうか。1日遅れで多分上げるんで、昨日の配信ライブはいかがだったでしょうか。まあちょっとグダグダ感あふれる、ライブになってましたが、どっちかというと機材セッティングとかね、そっちの方に必死になってた部分は若干ありますが、はい。やっぱり生ライブとかね、するといいですね。録画で動画とか上げてたりとかしたんですけど、まあ目の前に、皆さんがいてるわけではないんですけども、生配信でリアルでつながってるっていうのがね、とてもやってて、気持ちいいですね。皆さんがね、なんか声出したやつがこっちに聞こえてくれたら、もっと楽しいライブになるんじゃないかなと思うんですけども、こう両方ね、双方型っていうんですか、一方通行じゃなくてね、両方、反応がね聞こえるような、そういうものがあればいいなとは思うんですけども、まあズームとかそんなんでやったらもしかしたらできるのかもしれないですけどね。まあそれはまたおいおい研究して、またなんか面白いことやりたいなとは思いますが、電脳幻想夜会アコースティックまあこのパターン完璧にバニラテイストのパクリですけども、なんと奏楽団アコースティックとかやりましたけどもね、ちょっとネーミングは、まあ、弾き語りライブはちょっと違うネーミングを考えたいなとは思ってます。まあ似たようなやつばっかりでやるとね、紛らわしいのでなんか気の利いたやつをね考えたいなと思います。まあ決まるまでは、電脳幻想夜会アコースティックということでやりたいなと思ってます。まあ月1か月2回ぐらい、やれたらいいかなとは思います。まあ誰かゲスト呼んでってなるとね、月1回ぐらいしか難しいかなと思うんですけど、まあ一人で、ボツボツやろうっていう感じでしたら、まあ月1回、まあもっとできるかな、2回ぐらいはできるんじゃないかなと思ってます。まあやる日を決めてやってもいいんですけど、結構ゲリラ的な感じでやるような気もしますが、まあ Facebook とかね、 Twitter とかね、そういったので、告知してからやりたいなと思いますんで、ぜひ日月真嗣の、Facebook、Twitter、フォローしてみてください。よろしくお願いします。ということでね、まあ、いろんな面白いことをね、どんどんやっていきたいと思いますので、生配信ライブ弾き語りもね、お楽しみにということで、今日はこの辺で、それではまた次回をお楽しみに。それではバイバイ。